Gaze it, gaze it. Gaze it, gaze it. Okay, das ist falsch. Warte. Das war falsch. So, müsste ich jetzt eine Pizza machen können, ne? Perfekt. Ich bin so gut. Ich bin so ein guter Koch. Pizza war ja. Nee, also. Selbst wenn man es verkackt hätte, wäre nicht so schlimm gewesen wahrscheinlich, oder? Kobashi-Nioi-Tabibito-san, yahari ryori ga ojouzu nano desu ne. Watakushi mo samasama na ryori wo tsukureru ude no sugureta ryori nin ni naritai desu. Resipi ga areba dekiru zo. Kikai ga areba kondo motto resipi wo motte kite yaru ze. Hai. 一緒に料理の心得を共有できることを楽しみにしていますね。二人ともうまくできた？あ、これは神里様。欲しかった料理ってこれの？はい。旅人さんに手伝ってもらって作った異国料理でございます。お持ち帰り用に包んでいただけますか？もちろんです。香ばしい匂い。本当に美味しそうな料理ですね。ああ、私もこの料理をお店に出してみたいな。え、マクトティピッツァと。作り方を教えてやろうか。え、いいのですか。食べ物はみんなで食べるともっと美味しくなるんだ。モンドのみんななら本当にやった。前から異国料理を学びたいと思ってたんだ。作り方を書き写してくれれば、水で販売して一番目立つ位置に広告を載せるよ。鎖国してからというもの、みんなもう長いこと新しい料理を食べ、私は神里様の料理を包んできますね。やることが終わったら、みんな高値で売れるものなのに、それを惜しむ、素敵です。私は本気でそう思っているのです。とても尊敬しています。あなたのような高潔な方と友人になれたこと、誇りに思います。それでこのレシピは、ああ、オイラたちの好きな具材でピザ、じゃあピザを作るぞ。一つ目の材料のく、そう、そ、じゃあ二つ目の組み合わせを選ぶぞ。そうそう、それだ。あとは調理方法もできた。この自信作、きっとオイラたちのイメージ。はい、こんなに美味しそうな。じゃあ早くこのレシピを店主に渡そう。いや、das nicht mal davon probiert, ne? は、レシピは書けましたか？書けました。ありがとうございます。楽しみだな。旅人さん、パイモンさん、お食事の時間を邪魔してしまい申し訳ございませんでした。寿司、働いた後の方が食事も美味しいから大丈夫だぞ。熱いうちに食べましょう。ガメンスピース、どうでしょうか。稲妻の料理はお口に合いますか？美味しい、これも美味しいし、
心しました。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていた時、店主さんと何か話をされていませんでした？その私のことについて話していたのでしょうか？ちょっとだけ話したな。でもお前のことで嬉しかったから話しただけで、別に変なことは言ってなかったぞ。私のことで嬉しかった？やはり言ったのですね。彼女はあれも言ったのでしょうか？もういいです。私に友達が少ないのは自分でも分かっていますので。別におかしなことじゃないぞ。他の人がお前と話す機会がなかなかないだけだ。慰めてくれてありがとうございます、パイモンさん。それは全て事実です。普段から近くにいるのは家族や配下の者のみ。そうだぞ、お前に友達はいる。オイラたちだ。ありがとうございます。私とても嬉しく思います。初めだ。すみません、お恥ずかしい姿を見せてしまいました。何か抱えてるなら我慢しないで発散しろよな。はい。それと私もあなた方を大切なお友達だと思っております。とても嬉しいです。いいだじゃん。Was das für eine süße Quest? よくしてくれた人にはこっちもよくするって決めてるんだ。お前もお母さんの手記からその椿っていう人に会いたいって思っただろ？はい。友情は私にとってとても貴重なものです。あなた方との縁大切にします。でもそういえばその椿、そのことについて簡単にではございます。私が思うに椿さんは狐紳士？Die Katze miaut die ganze Zeit, ne? 私はそう思っております。私ですらお母様からそのような友人のことは聞かされていませんでした。その神秘的な存在、きっと普段では見ることがかなわない奇人なのでしょう。稲妻には古くから狐神士に関する逸話がございます。もうすでに八重宮司にはお会いしていますよね。彼女も狐神士ですよ。この方面から推測するに、稲妻の地にはまだ知らない狐神士が他にも存在する可能性がございます。そしてその椿さんこそその中の一人なのかもしれません。それって稲妻にも仙人がいるってことか？稲妻にもとは一体？稲妻に来る前はリーユエに行ってたんだ。リーユエには仙人がたくさんいたぞ。空を飛んだり地下をかけたり水中を泳いだり土に埋まったり、いろんなやつがいたな。私も本でそのような話を読んだことがございますが、実際に聞いてみるとやはり驚きを隠せません。さすがリーユエ、古くからの文化が美しき伝説を生み出しているのですね。承継の念を抱かざるを得ません。機会があったら一緒にリーユエに行ってみようぜ。あそこにはうまいもんがいっぱいあるんだ。すごいんだぞ。本当ですか？楽しみです。しかしその前に、旅人さん、パイモンさん、今回の食事は満足できましたか？もちろん。それでは着物を受け取って稲妻の神秘的な奇人に会いに。Ah, guck mal hier. Direkt mal die Rezepte hier kaufen.
erstmal leer gekauft. So, den habe ich immer noch. So, anwenden, anwenden, anwenden. Ich mag das ja, wenn die sich so in ihrem in ihr Element irgendwie verwandeln, ne? Irgendwie hat das was. Fand ich bei Mona schon immer cool. Kamisato-sama, kochira ga kansei shita okimono desu. Mou sude ni tatande, okurimono you no hako ni shimatte okimashita. Sore to, arigatou gozaimasu. Hontou ni kawaii fuku datta no de.作っててとても楽しかったです。こちらこそありがとうございました。旅人さん、私から一つあなたへ贈りたいものがございます。おー、白鷺を題材にして作ったかんざしです。髪飾りにもできますし、あなたをただ働きさせるわけにはいきません。これをどうぞ受け取ってください。はい。そういえば綾香の称号って白鷺の姫君だよな。このプレゼントお前と同じですっごく綺麗だな。パイモンさんは人を褒めるのが上手ですね。それを見て私を思い出してくれるのでしたら、きっと見るたび思い出すさ。よし、じゃあ準備もでき、椿って人の。Spider-Man. So, wo ist das jetzt? Ist das jetzt da? Ist glaube ich noch unten drunter, ne? Guck mal. も少しおかしいですね。手記によるとここで間違いないようですが、しかしここまで来たのですから。おお、そうだな。そうだ、手記には
なんて書いて。そうですね、鶴は髪を飾るための花を運び、白ウサギは四つの月光を袴に縫い上げた。きちんと着飾り、私は東へ向かって椿の名を七回呼んだ。すると瞬く間に彼女の家に通ずる。童話みたいなお話だな。なんだかある種のもう少し近づいてから判断し。147。Uns auf jeden Fall mal merken. Überall diese Käfer. Braucht man die für irgendwas? Weil die so einen Haufen hier sieht. Ich wollte gerade sagen, ey. Sehr weitläufig hier alles. Hier waren wir schon, ne? Ja. Hier waren wir schon. Hier sind wir wieder rausgekommen. Was muss ich denn hier finden? Ja, auffällige Wand. Ah, doch. 147. Shiki に書いてあったことを思い出してみよう。ヒントがあるかも。スルは髪を飾るための花を運び、白ウサギは四つの月光を。誰もいないな。Einfach der Abenteurer schlechthin, Leute. どうだ？仙人が残した財宝とかあったか？これは。どうやら、もしかすると、皆さん、一度外に出ましょう。そうだな。暗い場所で文字を読むと。
ここなら大丈夫でしょう。早く中に。貴重なお宝だった。どうした？いきなりそんな小声で話しか。彩香が手記を見るのを邪魔したくなかったんだ。でも彩香の表情を、旅人さん、パイモンさん。全然待ってないぞ。読むのが早すぎる。はい、この手記に書かれた真実内容は思っていたもの違う。キツネ神使椿さんの正体は私の奥。驚きますよね。私もです。椿は普段の私と同じでありながら異なる存在。私が以下のすべては椿としての私の生活を記録し、手記の中に書かれていたのはお母様が日常で経験した出来事や考えでした。それって服の裁断図も。はい、あなた方にとっては不思議に思うかもしれません。それどころか、実は手記を読んだ時、自分の考えが全て人に見透かされているので。あやか。お母様がお父様に嫁いでからずっと上里家の守護として全ての事務を担当してきました。それだけでなく、お母様の一元一行は上里家を代表していました。両親が亡くなった後、お兄様と私は上里家の全てを引き継ぎました。私が面倒ごとに会った時、いつもこう思うのです。お母様も以前このようなことを経験したのでしょうか。お母様ならこのことをどう対処したのだろうかと。お母様と離れ長い時間が経ったからかもしれません。私の記憶に残っているお母様は威厳ある高貴な一面だけです。しかしこれはいけないことなのです。この手記を読んだ時気づきました。お母様も私と同じようにどれほど大きな責任を背負っていても結局はただの人であると。綺麗なお着物を好み、各地の美食を食べ、見たことも。もしかするとあなた方はそのようなことを稚拙に思うかもしれません。しかしお母様が書いていました。稲妻の民たちの間で行われるお祭りにずっと参加したかったと。私も見たことがあります。夜空を照らす明かりがとても綺麗なんです。しかし私たちの立場では闇雲にお祭りに参加することはできません。特に私たちを止める人がいなくとも、突然シャブ行の人間が群衆の中に現れれば、お母様は人々がそうしてかしこまるのを嫌っていました。そうだったのか。じゃああの祭壇図に書いてあった服って祭りに行くときに着る。はい、お祭りでは異国からの料理も売られることが。こういうことを言うのは少々ふさわしくないかもしれませんが。ふさわしくないなんてことないぞ。お前のお母さんは可愛くて責任感のある人だと。知らず知らずのうちに私がお母様の代わりに、どうやらお母様のためにそれを行う機会もないようです。はい、ありがとうございます。お母様と私、いろいろと通ずる点。お母様は実現できない願いを。え、まさかお前も。いえ、この方法を使うつもりはございません。ただその旅人さん、私、Ich liebe dich。私たちのお祭りに興味はございますか？Oha。告知を見た時からずっと行きたかったんだ。あやか。はい。笑わないでくださいね。私は自分の願いを叶えるために心に忠実に生きようと思います。
その。Hat die mich gerade auf ein Date eingeladen? 私と一緒に。おま。行く行く。祭りってうまいもんがたくさんあるだろ。よかった。今から行けばまだ間に合うかもしれません。そうだな。今日は最初。So, wir unterbrechen aber hier. Hui. Also selbst die Legendenquests gehen einige Zeit. Das war's aber für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen. Und wir sehen uns im nächsten Stream, der aller spätestens Montagmorgen sein wird. Aber wahrscheinlich auch am Wochenende ein bisschen. Dann wieder mit Final Fantasy. Ich danke euch fürs Zuschauen.Einen wunderschönen Freitag, schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Stream. Haut rein und ciao!